勝率は 90% を超えているなどと SNS で知り合った人物から投資話を持ちかけられた男性がおよそ1373万円を騙し取られていたことが分かりました。警察によりますと、被害に遭ったのは小城市に住む40代の男性で、先月 SNS を通じて自称台湾居住で日本生まれの女性を名乗る人物と知り合い、暗号資産の取引による投資話を持ちかけられたということです。その後アプリを通して合わせておよそ1373万円相当の暗号資産を8回にわたり送金して騙し取られたということです。